ットコインが900ドルくらい上がってるんですよね。はい、こんにちは、ハチノです。この動画では YouTube のコメント欄や私の LINE アットにいただいた質問やコメントに回答していきます。今日はまずね、市場概況から見ていきたいと思いますけれども、ビットコインが昨日の夜9時くらいから一気にですね、900ドルくらい上がってるんですよね。結構これこのまま行くのかなと思ってたんですけど、ちょっとねこの後もたついてる感じでね、やっぱり上に抜けるのかまた下がるのかっていうところでね、ちょっと注目ですね。で、結構なんだろうな、いろいろねニュースを見てると、まあ、ポジティブな方向に行ってるんですかね。ダウとかも上がってきてますし、で日経平均もね2万6000円台までちょっとまた下がったんだけど、また昨日2万7000台回復して、で日銀もまたね、円買いしたっていうことでね、一時期3日くらい前まで150円っていう数字が出てたんですけど、一気にやっぱ2円3円下がりましたね。はい、これが日銀の影響なのか日銀だけの影響なのかちょっと分かんないですけれども、はいね、はい、ということで、もうちょっとねやっぱビットコイン1万8000ドル台にならないとね、買い増しちょっとまだ様子見てますけども、まあ、このまま一気に上がるとは個人的にはね思えないんですけども、まあね、どっちに転ぶかちょっと、はい、私も素人なんであまりね参考にしないでください。はい、ということで、まあ私としてはね1万8000台下がってきたら、まあバンバン買い増ししていくっていう感じですかね。はい、まあ皆さんどう考えるかですけどね。はい、で今日の CMD こちらの4つになります。まずスウェットウォレットですね。好きでステーキングリワードね、これなんか募集、応募したらなのか、ね、あの残高が減ったということで、はい、質問が来ていますので回答していきたいと思います。2つ目リージョンネットワークですね。昨日ですねリージョンネットワーク質問あったので取り上げて、私もね久しぶりにウォレットを開けて開いたらね、なんかいろいろ残高とか、あと報酬ですね、報酬どうなってんだっていうところですね。で同じように多分久しぶりにね、ウォレット開いてみたら残高ゼロになっててどうなってんじゃんみたいな、まあ多分そんな感じですよね。はい、その辺ちょっとねお話ししていきたいと思います。はい、そしてウォークトゥアンアプリのアルコというねアプリがあったんですけど、これあ、iPhone 版しかなかったんですけれども、 Android 版がリリースされたということでコメントいただきましたので、ちょっとね紹介していきたいと思います。で最後ね、いつものように FX の結果ですね共有していきます。はい、まずはこちらの質問、初めてのコメント失礼します。お伺いしたいのですが、ステーキングリワードをしていたのですが、外れたのにコインが減っていくのですが、これってデフォルトですかとね、900コインくらいあったのですが現在560コインくらいになってしまってということなんですけれども、まず単にあれじゃないですかね、ステーキングしたから減ってるっていう話じゃないですかね、違いますかね、ごめんなさい。はい、ちょっとね一応あの私の方ではなんだろうな、どういうことが起きてるのかっていうのがこれだけではやっぱり見えないので、まずね確認していただきたいのが、はいね、多分こう残高が出ていて、でここがね総残高で、でこのうち、まあ、ほぼロックされていてね、使えるのがこのアベーラボロというところですね。でこのアベーラボロからステーキングしたりね出金したりっていうことができますと。でここにですねディテイルドバランスというところで、ここをタップするとね履歴がずっと見れるんですよね。で大体皆さんあの歩いてるからこのね、earned from steps というところで緑色の字でプラスいくつっていうセットコインがね追加されてると思うんですけれども、でこの赤いところですね、ピンクの字が、まあ、出金した時にはこういう感じでマイナスっていう風につくので、まず出金とかねで減ってるんであれば、こういうね履歴を見るとこうマイナスが出てるので、まず履歴を見てみてくださいと。で履歴でね変な引き出しとかがなければ、はい、大丈夫っていうこと でもう一つが、あとステーキングのね金額ですね。ステーキングはどこで見るかっていうと、はい、ここですね、はい、このグローっていうところをタップすると、で、今までに
どれくらいステーキングしたかっていうのがちゃんとね記録が残ってるので、私は2件しかまだステーキングしてないので、1件目はこれですね、はい、9月29日に、まあ、107.23 ステーキングしましたと、はい、でここスライドしていくと2件目ですね、9月の14、まあこっちが1件目にはなると思うんですけど、まあね、チェンジはいいとして、で9月の14日に 310.93 ステーキングしましたということで、私はねこれだけ今ステーキングしてますということなので、もともとあった残高引くこのステーキング金額引く、あと先ほどのね履歴見てなんか送ったりとかしてないかっていうところで、はい、あのね数字を合わせてみてください。それでももし減ってるということであれば、ちょっとね原因は私の方では分かりかねますので、運営の方にね問い合わせしていただくのがいいかと思います。なんとなくあのねステーキングした金額を計算し忘れてるんじゃないかなと思います。リワードで外れたからといってそのねなんか引かれるっていうことは私は起きてないです。はい、私も結構応募してほとんど外れてますけれども、アマゾンギフト券だけね、この間当たりましたけれども、それ以外ほとんど外れていて、外れたからといって、このね、あのバランスがマイナスされると、残高がマイナスされるっていうことは、はい、私の方では起きてないので、ね、私今、スマホと Android、iPhone と Android 2台、両方でスウェットやってますけど、どちらも特に減ってるっていうことはないので、まあ、もしかしたらあのどっか勘違いなさっているか、いやそれでももう減ってるんだよということであれば、はい、運営の方に問い合わせしていただくのが良いかと思います。はい、そして2つ目ですね、リージョンネットワーク、ウォレット残高ゼロになってます。これもうダメかな、結構、ま、持ってたんですがゼロです、消えてます。動画見た履歴は残ってますが残高リワードも全てゼロです、終わってますねと、はい、いうことですね。で私もですね昨日久しぶりにねウォレット開いて、なんか残高が一瞬ねゼロになってたんですけど、なんかねネットワークが悪かったのか、あの iPhone でつないだらゼロでダメだったんですよ。で Android の方でね、あの同じアドレス同じ ID でつなぎ直したら Android の方はうまくつながって、でこちらがその画面なんですけど、まずですねここにね 884LGX というトークンが、はい、入ってましたと。でこれなんじゃろうなということでウォレットの方をねタップして、はい、でここに884って出てるので、はい、ここにねこのボタンを押すと履歴が見れるんですよ。でヒストリーというところで、なんかデポジットで、9月19日に 884LGX って入ってるんですけれども、ただですね私なんかどこかからデポジットした記憶はなくて、でここのねデポジットっていうところをタップすると BSC スキャンが出てくるんですけれども、ちょっとね BSC スキャン見ただけだとわからなくて、うん、なぜか知らないですけれども、はい、この金額が、まあ、誰かから間違って送られたのが送られたのか、運営が何かの報酬で送ってくれたんですかね、ちょっとねあの分からないですけども、まずこう入ってましたとねっていうのと、ただねこの金額あの紹介報酬とかにしては少ないなと思って、そういえば報酬ってどうなったんだろうと思ってね、あのプロフィールのとこからクレームね、リワーズっていうところが見れるんですけれども、まずですねここに出ていたのが earned ということで、 earned って何かっていうとゲームとかね、プレイ earned だからゲームとか、あとは動画ですね、教育動画見て稼いだ金額が出てますと、はい、でこのクレイマブルとね、請求可能なっていう意味ですかね、はい、でゲームの方はね全然やってないのでクレームすることできませんと。で動画見たやつは、まあ、5.3LGX クレームすればクレームできそうなんですけど、押してもですねなんかクレームはできなかったですね、はい、ただこちらにあの動画見た数字は残ってるので、いずれ多分ねクレームできる、あそうそうそう、あのバイナンスコインですね、このネットワーク手数料ですね、手数料のこのガス代でバイナンスコインをこのウォレットの中に入れてないとクレームできないので、そう私はね BNB ゼロだったのでクレームできませんでしたということなので、多分あの
手数料ガス代を入れとけばこれクレームすればねクレームできるんだと思いますっていうのと、あと紹介報酬ですね。結構やっぱり私あの YouTube やってるおかげでいろんな方がやっぱり私の、リンクを踏んでくれたおかげで結構紹介報酬溜まってるんですよ。でそれもじゃあいつね引き出せるのっていうと、今のところはなんかね引き出せないような感じになっちゃってますけれども、はい、一応あの数字としてはちゃんと残ってるのでゼロになってるっていうことはなかったです。なのでまずはねあのプロフィールからこのクレームリワードっていうところを見てみて、でゲームで稼いだやつ、あとは動画見て稼いだやつね、ちゃんと数字が残ってるかどうかっていうのを確認してみてください。でここがゼロになってるということであればそれはなんかねやっぱり問題があると思うので運営に問い合わせした方がいいんじゃないかと思います。であとですね、ただ今現在はあの一月に 10% ずつでしたっけ、ロックが解除されているの で今あの、ね、まだ 100% ロックが解除されたわけではないので、この状態で何ですかねクレームしてもねあの、まあ、中途半端に手数料だけ取られて損かなということで、前にですねその手数料、ね、ガス代ですね、ガス代が結構まああのそこそこかかって、で報酬がね、LGX が価格が下がってるのでせっかくたくさんもらってた報酬も今ね多分10分の1とか100分の1くらいの価値しかなくて手数料負けしちゃうんじゃないかっていうことで検証した動画がこちらになりますのでね、でこちらをちょっとね見てみて、でかなり稼いでる人であればガス代よりもねあの報酬の方が大きいということであれば出勤してもいいと思うんですけれども、私はね前検討した時はね結構これガス代の方がねガス代が高くなるっていうよりはたったこれだけ引き出すのにこれだけガス代かかるのかくらいの勢いだったような、はい、記憶があるので、まあ、いずれにしてもねまだ 100% あの引き出せるわけではないので、確か12月で全部ロックが外れるスケジュールだったかなだと思いますので、はい、なので12月か1月くらいに出勤はしようと思ってますので、もしねあの出勤しようと思っている方は、はい、そのね、来月か再来月また動画作りますのでそちらを見てから、はい、やってもいいのかなと思います。ちょっとねリージョンネットワーク全然なんかねすごくあの期待していたんですけれどもね、あの上場前とかはかなりねプロモーションとかもすごくていろんな YouTuber さんが結構紹介していたり盛り上がりはすごかったんですけれども、蓋を開けてみたらね全然なんか進まないし、いつまでもねあのこの辺の下の方のアプリはカミングスーンになってるしみたいな感じで、ちょっとね停滞期間が長すぎてさすがにみんなもう飽き飽きしてるっていうかね、もうグダグダになっちゃってると思うので、まあねあのしばらくほっといていいんじゃないかと思います。でまたね12月もしくは1月くらいに私の方で、はい、その後ね出勤できたかどうかっていう動画は上げようと思ってますので、はい、そのくらいになったらまた、はい、チェックしていただければと思います。はい、そしてこちらが3つ目の、はい、コメントになりますけど、初コメント失礼いたします。いろいろと紹介解説してくださりありがとうございます。 Google でもダウンロードできるようになったようで、やっと始められますということでね、このアルコというね、ウォークトゥアンのアプリ、歩いて稼ぐウォークトゥアンアプリですね。こちらが iPhone 版しかなかったものが、まあ、Android 版できたということで、はい。で、私の方もね、一応チェックしてみましたと。で、こちらがウェブサイトなんですけれども、前はね、Google Play、こういう、ちょっとね、あのグレーになった、ね、すりガラス越しの、はい、ボタンだったんですけれども、今見たらねこんな感じでね鮮明なボタンが現れてますので Google Play からダウンロードできるようになったということです。はい、で一応ねこちら、はい、QR コード読んでいただくとね、あのウェブサイトから URL クリックするとこちらのねウェブサイトにつながるんですけれども、スマホからこの QR コード読むとAndroid だと Android のこの Play Store の画面になるし、iPhone でこの QR コード読むと iPhone のダウンロード画面になるということで、これね、仕組みどうなってるのかなってちょっと不思議だったんですけど、はい、あの、お持ちのスマホで QR コード読んでいただくと、そのお持ちの、
プリストアに飛んで、はい、インストール画面出ますので、こちらからねインストールしてみてください。はい、そうしましたらね、アプリ立ち上がって今すぐ始める招待コードを入力すると出てきますので、招待コードを入力するというところを選んでいただいて、こちらのね招待コードを入力していただくと100ポイントねデフォルトでドロップされていますので、これコード入力しないとゼロになっちゃうので、ぜひねこれ使っていただけたらと思います。動画の概要欄の方にもねこちらの数字アルファベット記入しておきますので、コピペしてねぜひ、はい、やっていただけたらと思います。はい、ということでね、アルコの Android 版ですね、こちらの QR コード読んでいただいて、あと招待コードね、ぜひこちら使っていただければと思います。はい、そして最後ですね、昨日の FX の結果表示してますけれども、プラスが569、マイナスが119ということで、損益450ということでね、はい、先週ですね、一応1万くらいのマイナスを取り戻したね、先週でやっと取り戻したので、また元本スタートで、はい、これからはまたプラスの方向にどん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 積み上げていく感じになりますので、はい、毎日ね FX の結果は共有していきたいと思います。はい、ということでね、いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。質問などはねコメント欄の方にお願いします。でテキストだけではねやっぱり回答が伝わりにくいかなといった場合は、まあ、動画で解説していきたいと思いますけれども、まあ、テキストだけでね回答できるものはちょっと動画にしませんので、その辺はねご了承ください。で今回の動画がね良かったよ、役に立ったよ、ためになったよという方はね、いいねボタンを押していただければと思います。またですね、情報を見逃さないようにするためにも、ぜひチャンネル登録ボタンも押しておいていただけたら嬉しいです。